あの人の現在。志保美悦子の現在は、女性初となるアクション女優の志保美悦子さん。男はつらいよシリーズや特撮ヒーロー機械ダー01などの代表作品があります。現在は長渕剛さんと結婚し、芸能界を引退されています。そんな志保美さんは現在何をしているのでしょうか。また、長渕さんとの離婚の噂も出ていました。それはどんなことでしょうか。今回は志保美悦子さんについてまとめたいと思います。現在はフラワーアレンジメントを行っています。フラワーアーティスト長渕悦子として活躍しています。2010年11月にフラワー検定に合格し、2011年に花検合格、花ソムリエを取得しました。2011年には写真集インスパイアを発刊し、2012年3月には第4回六本木フォトコンテストに摩天楼のブーツを出品、そして優秀賞を受賞しました。結婚してからは芸能界を引退しているため、テレビに出演する機会はありませんでしたが、以前、ある番組に出演していました。それは、徹子の部屋です。2017年初春、31年ぶりのテレビ出演だったそうです。フラワーアレンジメントワークショップを開催することになっていて、2018年は9月21日にスミザーズオアシスジャパンで行われます。また、長渕さんと志保美さんには3人の子供がいます。長女は女優の彩音さん。4歳からクラシックバレエを習っていて、大学では国際学部を卒業。2008年には三本木農業高校馬術部で主役デビューし、その後アメリカに演劇留学し、帰国しています。帰国後はテレビドラマ、さくら事件を聞く女に出演していました。長男はラッパーの渡るさんです。現在は音楽活動をしていて、ヒップホップラッパーとして活躍しています。学生時代には極真空手の大会で優勝したそうです。次男のレンさんは元レーシングドライバーで、現在は音楽活動をしています。F1 レーサーを目指していましたが、レース中に事故で怪我をしてしまい、辞めてしまったようです。3人のお子さんのお母さんの志保美悦子さん。現在はフラワーアーティストとして活躍しています。芸能界とは違う世界ですが、ワークショップを行っているので、これからの活躍が楽しみですね。